増田長森、増田長森は、安土・桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。豊臣政権五部行の、第三席。父母は不詳、弟に、増田長利、子に、森継、長勝、新兵。官位は、十五位下、江門将尉。記事は二つの説があり、一つは、尾張国国中島郡増田村。 現在の愛知県稲沢市増田町だったという説。もう一つは、大見国浅江郡増田号。現在の滋賀県長浜市増田町だったという説がある。上野国に存在した増田市との関係は不明である。秀吉に主管する以前の経歴は明らかでないが、一向衆都であったという説がある。A67 年、1564年側室との間に、長男、長勝を設けている。 天正元年、1573年、28歳の長森は、まだ、織田信長の家臣であった、橋場秀吉、後の豊臣秀吉に召し出されに百0 0国で仕えたが、この時期に性室を迎えたと見え、天正八年、1580年、着難森継が誕生している。森継の誕生に際し、名義光九寸五部の担当を与えたことが、森継う知事に後、 呂場の口から語られて、記録に残されている。秀吉の帰下で中国攻めをはじめ多くの戦に従軍し、鳥取城攻めでは陣中一万の物商の武行を命じられた。天正10年、1582年には奏者に任じられ、上杉影勝との外交交渉などを担当した。同年の吉田兼美の日記に名前が登場している。天正12年、 1584年3月、小牧、長久手の戦いでは先陣を務めて、兜首二つを取る功を挙げ、この功績で二万国に加増され、翌天正13年、1585年3月の、奇襲攻めでは、王や義継と共に二千の兵を率いて従軍、根頃州の津田剣持、西谷延明院を切った武功があったとされ、根頃寺焼打ちをた攻め細き、十五位した。 え門んに除任されている。天正十八年、1590年の小田原征伐においては、里見義康担当の申し継ぎとなり、安保国で差出検知の施行と事業当てが以上の発揮を行っており、あと北条氏が滅亡すると、さらに、下付、日立、安保の大名に対すると与富政権の取り継ぎとなった。この年、中村和氏が、 鶴河国駿府14万国に違法になったのを受け、大見国み口6万国を配領している。大港検知では、石田三成、長塚正家らと共に、中心的な役割を担い、大見国、美野国、越後国などの幼地の検知奉行を務めた。不審に、積極的で、京都では、鴨川にかかる三条大橋、五条大橋の改修工事も当たり、三条大橋には、 今も、長森の名が刻まれる。伏見城の改修も分担した。文禄元年、1592年からの文禄の役では、石田三成、大谷義継と共に、朝鮮に渡って、ハンスンに駐留し、武御として、占領地統治や兵団に携わったほか、壁定間の戦いや幸い衆や真城の戦いにも参加している。文禄4年、 1595年、豊臣秀次が秀吉の命で切腹する、秀次事件が起きると、長塚正江と共に秀吉との間に対立が生じた、豊臣秀次の老身を急問するなどしている。文禄5年、1596年には、サンイコール、フェリペ号事件の処理で、土佐に赴き、この時の対応が秀吉によるキリスト教、フランシスコ会の弾圧。 日本二十六聖人の殉教の短所を開いた。文禄四年、1595年、豊臣秀長の後を継いだ、豊臣秀康が没すると七月、山和国軍山城二十万国の所領を与えられる。高田一英、浅井イよら、山和大納言家の旧審の多くは長森が召し抱えた。長森はまた、氷山城に総堀を巡らす、大掛かりな不審を行った。 東では、秋篠川の流れを東に変えて、水流を佐保川に落とし、西に多数のため池をつないで、掘りとなすなどした。この不審のために、山途中から夫役が挑発され、不審は、翌文禄五年、1596年に完成を見た。慶長元年、1596年には、日の国、泉国の倉入地の管理を委ねられている。 秀吉の晩年には古武行となる。慶長2年、1597年には再び、安防国を訪れて、総検地を施行している。慶長の役では開戦後国内にいたが、慶長4年、1599年に予定されていた大規模構成では、福島正則、石田三成と共に出生軍の大将となることが決定していた。しかし、慶長3年、 1598年8月に、秀吉が没したためこの計画は実現しなかった。慶長3年、1598年に、秀吉が没すると、石田三成は、半徳側家康の立場を鮮明にし、長森もこれに組みしてだと、家康の防御に参加。慶長5年、1600年には、長塚正家や前田玄威など五奉行連番で、家康悪事を休断する。 弾劾書を示し、五大労の毛利輝元や浮田秀家を擁立して、挙兵、西国大名に、西軍加担を要請する文章を送るなど、精力的に活動した。伏見城前面には自ら参加し、重臣、福原正左衛門をして城内にこもる甲賀州に、寝返りを促し、落城に導いている、甲賀軍師。大地城の戦いには一門の増田作左衛門を、 陣大として、軍勢を派遣し、増田勢は、大地上の湖水方面から城壁を越えて乗り込み、攻撃した。道場の戦いではまた、家臣、中村金属が、敵方の勇士、浅見東衛門と、組打手公明を挙げた。しかし、一方で、家康に三成の挙兵を内通し、また、三成の資金援助要請も渋るなど、台東軍への、保身工作も講じている。 9月15日に行われた、関ヶ原の戦いには参加せず、毛利照本と共に、大阪城守備部隊として、西の丸に、兵衛三千を率いて駐屯。戦後の9月25日、出家して謝罪し、9月27日に、大阪城西の丸にて沙汰を申し渡され、海域となる。その身柄は、高野山に預けられた。後に、高野山を出て、岩月城主、 公力清名が預かりとなる。慶長19年、六6 1 4年8月、家康より召喚され、大阪法への和睦の仲介を依頼されるもこれを、断る。玄長年、六6 1 5年、尾張藩主、徳川義直に仕えていた息子の増田盛次が、長森との相談の上で義直の了解を取り大阪、夏の陣で、尾張家を出奔して、豊臣氏に組みしたが、 戦後この責任を問われ自害を命じられた。去年71。三白眼であり豊臣家を滅ぼした元凶ではないかと、後世に語り継がれている。安藤秀夫は、長森が三成失脚後に百万国以上に相当する、豊臣市の蔵入地を一括管理していた点を指摘し、長森が家康に通じずに蔵入地の百万国が、もたらす、資金、人員を豊臣や及び、 西軍のために振り向けたならば、関ヶ原の戦況も、西軍有利に転じた可能性があったとしてテルモトと、共に、西軍敗戦の原因分析している。墓所は、埼玉県新座市の金峰山、平林寺。当初、被災軍、金繁村にあった平林寺に葬られたが、松平信綱によって平林寺が移転された際、新座軍の尾止めに移った平林寺の境内に、 移された。明治年間、子孫が破壊しを再度移転している。このほか、幕末の大見世々藩士に、増田に江門、聖望がいるが、関連は不明である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。